こんにちは。令和の演歌界を担う新世代の若き歌手たちが2023年も年明けからフレッシュな歌声を響かせています。今回は演歌の第7世代を担う歌手たちの2023年に向けた抱負や活動、意気込みの言葉などをまとめてお伝えしていきます。ぜひコメント欄にあなたの感想をお寄せください。コメントのやり取りで盛り上がりましょう。演歌歌謡界にも演歌第7世代の新しい風が吹き込んでいます。大御所ベテランだけでなく若手歌手の活躍も目覚ましいのが令和の演歌歌謡界。第7世代との言葉は三好誠司さんの発案だそうで、デビュー5年以内20から30代頃の若手歌手で、若者らしく SNS や YouTube サブスクリプションといったツールも活用するなど時代に沿った活動で幅広い世代に愛されています。演歌歌謡界では第3世代の北島三郎さんらが紅白を勇退し、第4世代の細川たかしさんや石川さゆりさん、第5世代の水森かおりさんや氷川きよしさんらが大きな人気を獲得。第6世代としてデビューしてきた純烈や山内圭介さん、三山ひろしさんといった面々も歌番組に定着し、それぞれの特色のある活動を進めています。特に令和の時代はスタートから新型コロナウイルスという未曾有の脅威に襲われましたが、その中でも若い歌手たちはインターネットを駆使してファンとの交流を模索し続けてくれています。昨年には夏から秋にかけて第7世代の辰巳ゆうとさん、新浜レオンさん、二見聡一さん、流星さん、青山真さんの5人が大阪新歌舞伎座で我ら演歌第7世代スペシャルコンサートを行っています。なんと最年少の流星さんは19歳、若くエネルギッシュな歌声で観客を沸かせていました。流星さん、今までの先輩が築いてくださった演歌歌謡界、そして民謡界を我々演歌第7世代でもっともっと盛り上げていけるように頑張っていこうと思っております。新浜さん、5人で揃って関西でコンサートをさせていただくのは初めてなので、初めて尽くしのコンサートです。また演歌第7世代のコンセプトとして若手の演歌歌手が新しいことに挑戦していって、そして本筋の演歌も大事にしていくというのを大切にしていますので、新しいチャレンジコーナーも見どころとなっております。辰巳さん、この5人で新歌舞伎座さんでコンサートをさせていただける日が来るなんて正直思ってもいませんでしたし、こんなに嬉しいことはありません。今日は自分の故郷であるということもあって、皆さんと一緒に楽しみながら、お越しいただく皆さんに楽しい七夕を過ごしていただけるように一生懸命歌いたいと思います、とそれぞれ挨拶し、5人は自身の楽曲やまた会う日までなど歌い継がれる名曲、アニメソングやポップスなど幅広い曲を披露。それぞれの活動だけにとどまらない嬉しいコラボレーションとなりました。もちろん一人一人の道でも奮起している第7世代の若者たち。令和初日デビューの新浜さんは先月にミニライブとトークイベントを行ったばかり。アニメ「名探偵コナン」の公式スピンオフ作品「犯人の半沢さん」のオープニング主題歌を担当し、大きな反響のあったことから新たなジャケットのバージョンで急遽リリースが決定したといい、キッズダンサーたちとコラボレーション、主人公にちなんでほとんどが黒い服を身につけたファンらを前に、皆さんの大きな大きなお力を借りて
来年こそは必ず紅白歌合戦のステージに立ちます。と力強く宣言していました。博多の塩のフレーズで有名な博多の塩の CM 曲で知られる演歌歌手高城康夫さんの長男としてデビューした新浜さん、父親に憧れたのが一番のきっかけだったといい、幼い頃から演歌歌謡曲を歌い込んできただけあって、その歌唱力は相当なものです。さらには高校時代は野球部の捕手で千葉県大会でベスト4に進出したり、大東文化大学時代はミスター大東文化に選ばれたこともあるなど、マルチな才能を持っています。紅白出場と野球部時代に最後の野球の大会で千葉マリンスタジアムで負けたので、そのリベンジの意味も含めて千葉マリンでいつかライブをやりたい、歌い手としてリベンジしたいという大きな夢も持つ新浜さん、新時代の王子様と言われる辰巳さんも負けてはいません。4日にリリースしたばかりのニューシングル心機一転は16日付オリコン週間演歌歌謡シングルランキングで1位を獲得、9回目の首位を勝ち取りました。夢を抱いてギリギリまで諦めることなく突き進む男の生き方を表現したという一曲に、2023年も最高のスタートを切らせていただくことができて、今年1年突っ走っていく覚悟ができました。デビュー5周年という節目の1年を経て、またここからタイトル通り心機一転、初心を忘れずに新たなスタートだと思って、大晦日まで心機一転を歌っていけるように頑張っていきますと大舞台での歌唱も見据えていました。プライベートでは意外にもズボラなところがあるという辰巳さんは、今年は部屋をきれいにしたいなと思います、笑い、洗濯が苦手で洗濯機を回すのはいいんですけど、畳むのが特に苦手、洗濯物を洗面所に溜め込んでしまう癖があって、洗濯物の高さが洗濯機を超え始めたと抱負を語る一方、 NG なしに何でも取り組んでいく1年にしたい、演歌歌手がやらなさそうなことに挑戦したい、コントわさび寿司とか笑い見るのも好きなんですけど、やってみたいという気持ちが強いので、バラエティ番組にも挑戦したいという意気込みも語ります。日本テレビ系世界の果てまで行って Q のファンだといい、一流の方々があれだけ体を張っているのに自分はまだまだだと思うと、ファンからは悲鳴も上がりそうな奮起をする理由は、事務所の先輩である氷川きよしさんの休養、昨年末の紅白歌合戦でド派手なパフォーマンスと高い歌唱力を見せつけた氷川さんは、その日を最後に休養になっています。また必ず戻ってくると宣言してはいるものの、一大ブームを築いてきた立役者がいなくなるのは寂しいもの、後輩として憧れてきたという辰巳さんにとっても同じ気持ちだったようです。小さい頃から憧れの存在だったので、休養を認めたくない自分もいると喪失感を明かしつつ、氷川先輩がいらっしゃらない間、自分が後を頑張っていきたいという気持ちがすごく強くなりました。まだ全然ですけど、近づけるように頑張っていきたいと誓った辰巳さん、そういった意味でも心機一転、新たな気持ちで頑張っていってほしいですね。伝統を受け継ぎながら新たな境地に演歌界を進化させている若き歌い手たち、これからの活躍も期待したいですね。今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やコメントもよろしくお願いいたします。